2人でーす。イエーイ。ああ疲れました。疲れましたね。久々の。でも楽しかったよね。楽しかった。楽しかった。ついに鍋です。はい。こういうね、暖かくなって暑くなってからの鍋もいいんじゃないかなと。ね、いいっすね。どうですか最近は。最近ですか。ちょっと待って、鍋食べたい。鍋食べたい。鍋食べたい。いい匂いする。うん。うん、おいしい。いただきまーす。ゆゆ。おいしい。うまゆゆ。いただきまーす。ゆゆ。めっちゃうまい。まーきの。じゃあ、ここからあの進行は私の方で進めさせていただきます。はいはい、今、おいしいね、鍋をいただいているところではあると思いますが、これね、動画ですから、はい、企画をご用意させていただきました。こちらにですね、今、タブレットの方でトークテーマが出てきます。で、誰が喋るかっていうところまでこちらで決めさせていただきますので、なるほど、はい、そのトークテーマに沿って、お話ししながら、はい、みんなで楽しく鍋を食べましょうということになります。わかりました。一人目いきます。こっち何が出るかな、何言ってるかな、ね、うん、私が発表しますね。はい、うん、はい、サチに直してほしいところを誰が喋るか。あ、なるほどなるほど。サチの可能性もある、ね、あ、なるほど、サチの可能性もあるですね。うん、まゆゆの幸に直してほしいところ、ちょっと、はい、まゆゆやばいな、そうですね、そうです、そういうことです。こういうとこ直してって思うところ、ちょっとでもいきなりすごいなんだよ、すごいね、いきなり結構言いにくい感じよね。あったとしても言いにくいもんね。今の感じだとそこまでないんだろうけど、絞り出して絞り出して、うん、じゃあ一つ、お、もっともっとまゆゆにかまってください。あ、直します。すぐ直します。直せます、それ、直せますよ。まあ、かまってください。ね、ね、かまって、ね、うん、ありがとうございます。さあ、それではどんどんいきますよ。はい、うまっ。次は眉に直してほしいとこかな。あ、まずい。ん、サチに直してほしいところ。わ、またかい。連続、待って、あのさ、あ、もう私に直してほしいことしかないやつだな、集まりみたいな。はい、竹永社長です。はいはい、竹永社長がサチに直してほしいところ。怖い怖い。直してほしいところ、えらい攻められますね。直してほしいところか。すごい恐縮です。あれっすね、撮影するじゃないですか、結構、うん、後半のあの死んだ顔。あれ直してほしいよ。確かに。私いっぱいいっぱいです。あの回ってない時のやつ。もう本当体力の限界迎えるのが早いっていう。ゼロみたいな。割とガチで。ガチで。割とガチめなダメ出しです。そういうことでしょ。はい、じゃあ次いきますね。もう皆さんは普通に食べていてください。まゆゆの人生の分岐点はいつ。なるほど、絶対私なるだろうな思ったよ。どうでしょう、これは答えすぐ出る。おねえになった時です。あ、やっぱりさ、街中歩いててね、この子もうちょっと可愛い服着たらいいのにとか、こんなにスタイルいいんだからもうちょっとね、丈の短いの履けばいいのにとか思ってるうちに降りてきてね、女の子になりたい思って、うーん、でおねえになってたのが分岐点。もうそっから結構私の人生も飛躍的に楽しくなったんですよね、本当に。これその分岐点をきっかけに良くなってるんですね。良くなった、そう、本当楽しくなった。でみんなはよく私にこれまですごい努力してきたんですよねって言ってくれるけど、嬉しいけど努力してきたつもりはなくって楽しんできたから、ずっと本当おねえになったのが分岐点だと思います。素晴らしい。いい話を聞きましたね。めっちゃいい話。楽しそうですもんね、そっからの方が ね、そうそう、圧倒的にね。いいですか、次いきますよ、はい、次は私何を聞きたいのかな。竹永社長の誰にも負けてないこと、
いっぱいあるんじゃない？うん、これはもう負けてない負けてないことしかなさそう、これだったらもう絶対負けないっていうことですね、うん、いっぱいある、代わりに答えたろかっていうぐらいいっぱいある、うん、なんかね、自分への愛は強いですよ俺、自己愛、うんうん、それ負けてないかもしれないですね、意外な答えやった、うん、え、ナルシストってことですか？あ、ちょっと違う、ナルシストではないですよね、なんですよ、めちゃくちゃいいとは思ってないですよ、なるほど、その自分大好き、そうなんですよ、うん、ダメなとこもあるんですけど、その辺も可愛いんですよねそれナルシストじゃない？違う、そうなんですよ、あの、ね、孫を見る目の意見よ、今の、そうですね、可愛い、まっ、そっそも出ませんね、全然答えさせてくれへん竹中社長の人生の分岐点はいつ？全然答えさせてほんと出ないな、なんでだろう、めっちゃあるっすけどね、うん、まあ一番大きいところですよね、あのほんまのガチの高三ギリギリの時、うん、その悪い方の、うんうんうん、ほんまにもう、あ、今月いっぱいかもって思った時があって、会社がそんな時あったの？今までで大きい倒産危機が3回あったんですけど、いや、うん、3回目はほんまにもう全くほぼもう全然回ってない状況、まあ、コロナもありましたからね、あ、そうそう、まさにその 3年ぐらいですかね、で逆に強くなったというか、うん、そこでこう経験した分、まあ、あれに比べたらとか、うん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 、そういう意味では結果的にいい分岐点だったなっていう、あ、確かに、いや、なんかいい話が続いてますね、いいじゃないですか、答えさせてくれへん、ああそうだった、うまよ、いい加減サチの最近辛かったことです、最近辛かったこと、こういう話になっちゃいました、あれさっきのあれバッティングセンターのバスケ腕サチが最近辛かったこと腕実はちょっとこれほんまによそ言ってない話してもいいですか、はい、言ってもいい、はい、実は、はい、あの私ね卵巣も肺も腫瘍ができて切除してるんですよ、うんうん、で最近ちょっと子宮に6センチの大きな腫瘍が見つかってしまい、マジで？そう、悪性なのか良性なのかわからないということで病理検査に出したんですよ、うん、そしたらなんと良性だったんですよ、よだれてたやっぱこのなんか命の制限がかかるかもってなった時の、うん、この恐怖をまたちょっと思い出してめっちゃ辛かったんです、うん、なるほどね、ただでも良性やったから何のこともないっていう感じなんですけど、うん、陽性おめでとう、イエーイ、ちょっともうちょっと行きそう眉毛の前世は何だったと思う？前世か、やっぱなんかちょっとねえ、ボケずにしても結構何ボケても滑りそうなネタのお題だし、もうボケなくていいですまず人間だったと思います？ここなんですよ一番の問題は、ちょっと待って、ちょっと物申させて物申させて、ちょっと待って、タイム、ね、地球の生物だ、今のメロちゃんの言い方あるあんなまずあなたは人間だと思います？人間じゃないかもしれないですしねとかだったら分かるけどさ、まずあなたはそもそも人間だと思うサイコパスの聞き方よ、魔人ブーが先生なのかもしれないね、魔人ブーと、魔人ブーだと思います、いいと思います、まだ鳥山明が生み出してないから、性格的にビビニバビニブーだから、はい、行きましょう、はい、発表します、はい、竹永社長の誕生日に欲しいもの誕生日、お誕生日いつなんですか？11月おお、へえ、そうですね、なんかこう今まで出会ってない人に出会いたいな、わあ、欲しいものが人、はい出会いですか？そう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 。いろんな、まあ、男の人、女の人含めて。じゃあもう Tinder ですね。そうそう。なんかやっぱ、会う人によって、考え方って変わるじゃないですか。あ、それはすごい。その人から学ぶこととかって会うと、うん、やっぱその一人に会うことで、いろんな展開って生まれるんで。うん、ああ、それは本当そうね。もう誕生日に素敵な人に出会いたいです。いろんな意味でね。何、うん、なんですかね、ちょっと腹立ちますね、なんでハリウッドスターみたいな答えやってるトシさん出んな、全然答えてない、うん、出ませんね、うん、ほんま2人っすね、うん、じゃあちょっと出しますね、次ね、出しますね、そういうことできんのだとしたら今までどうだったのって、うん、メロちゃんの採用だったちょっと出してないです、やらせですよねサチの今会いたい人、ジャッキーチェン、おお、
やっぱり会いたい、うんうん、なるほど。私あの7歳から柔道を始めて、うんまあ、大学2年生まで、うん、あの柔道してたんですけど、あのずっと保育園ぐらいの時から秘密警察みたいなところに絶対呼ばれると思っててジャッキーからオファーが来るだろうなと思ってたから柔道始めたんですけど、うん、で9歳の時にあのあ競技が違うって気づいて、うん、あカンフーやったんやみたいな、うんまあ、知識不足でねただどうやって会ったらいいんだろう。ジャッキー連絡待ってますここで言う。いやじゃけ、うん、会いに行くっていうよりサッサン活躍したら会いに来るっすよ、うん、公平やろ。なかなかジャッキーはジャッキーは日本のちょっとぽっちゃくしたおばはんには会いに来へんやろ。ちょっとちょっとじゃないか期待してます。はい、さあということで、はい、約1時間ほどですねちょっと鍋をつつきながら喋ってみました、うん、いかがだったでしょうか。はい、うん、美味しかったです。めっちゃ美味しかった、うん、美味しかったです。美味しかったです、うん、はい、止まりませんでした。まあなんかねこういう回もまたたまにもあってるんじゃないかなと思いますので、うんうんうん、仲良くしましょう、はい、おね、ほんとね、おね、はい、あのもしねあの視聴者の方でこういうことやってほしいとかいうのがありましたらコメント欄に入れていただけると嬉しいです。まあね、はい、次何やります。次何やろうか。その話をしてない、うん、そうよ、今のところ結構企画でこういうことしたいねって言ったのは、うん、もうほぼほぼ叶えたのではないですかね。うん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 、うん、じゃあ次は集まって知るみたいなことでいいですか、うん、え、はい、うん、なるほどね、うん、何やるのっていう状態で集まる、うん、知らない状態で、うん、はい、うん、でももう全然大丈夫です。そうそうね、うん、そうしましょう。はい大丈夫大丈夫怖い、はいはい、ちょっとぶっ飛んだことやってみようと思うので、はい、期待して待っててください。はい、それではまたよろしくお願いします、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。